はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はハッピーセットを買ってきたんですけど、6月の16日の金曜日から、ハッピーセットに付属する男の子用のおもちゃが仮面ライダーエグゼイドになりましたんで、今回はこちらを4つと、で、こちらの手前のものはレベルアップライダーシールといいまして、こちらの3つは土日限定でもらえるものとなっております。で、今回はこちらの後ろのこのおもちゃ4つが、まあ、中にどれが入ってるのかわからないんで、こちらを開封していくのと、こちらのレベルアップライダーシールがどんなものなのか確認してみたいと思います。はい、では早速開封していきましょう。とりあえずこのレベルアップライダーシールは、まあ一番最後に見ていきたいと思います。とりあえずこの中何が入ってるのか気になりますねただあんまりこう触った感じ分かりにくいですねではまあ一つ目、とりあえず狙いは仮面ライダーレーザーが欲しいですね。あれ結構なんか出来がいいみたいなこと言われてましたんで、結構なんか発売前から話題になってましたんでね。では一つ目、せーのドン。あ、ゲーマードライバーですね。おおこんな感じで、あのディスプレイの絵柄が変わってくゲーマードライバーですね。おー、これもいいですね。で、一応なんかクリップパーツがついてるんで、一応まあベルトとかにつけることもできますね。で、あとはシールがこんな感じで入っております。ちゃんとシールの説明書なんかも入ってますんで結構いいですね。で、全部で8種類一応まあこんな感じで書いてありますね。決め技スロットホルダー、仮面ライダーレーザー、仮面ライダースナイプ、仮面ライダーゲーム、仮面ライダーブレイブ、仮面ライダーエグゼイドのレベル2とゲーマードライバーと仮面ライダーエグゼイドのレベル1と書いてありますね。一応この QR コードからもどんな感じで遊び方が書いてあるみたいですね、こちらには。なるほど。まあ、一応こちらにも遊び方は書いてあるみたいです。はい、では、ゲーマードライバー出ましたね。では、次は。まあ、一番いいのは被らなければとりあえずいいかなと思っております。ただ、まあ4つあるんでちょっと不安ですね。よいしょっと。さあ、何かな次は。せーの。なんか分裂しとる。ドン。あ、出た。出た。仮面ライダーレーザーじゃないですか。キリアさんじゃないですか。おお。こんな感じで。こうレベル1状態から、このゲーマードライバーを押すことによって、おい、レベル2。名人、行くぜ。ってな感じですね。ちょっと今の敵側に回ってますけど、はい、こんな感じですねで、まあこちらもまあ遊び方とシールが入ってますが、うわーシール多いなシール貼り苦手な僕にとってはちょっと多すぎるぐらいです。はい、2つ目は仮面ライダーレーザー。では3つ目、ちょっとなんかペラペラっすねはい、では3つ目いきましょう。3つ目はちょっと今見えてますね。せーのドン。おタイガ先生じゃないですか羽根先生、もう一個パーツが ありましたね。これまあこちら仮面ライダースナイプレベル2ですね。こちらは一応まあここのこのガシャコンマグマナムのところにこれ差し込んで、こういう感じでちょっとレーザーを標的にしてあげましょうか。こういう感じで、このガシャゴンマグナムの上についているものをボタンを押すと、ドーンって感じでこう、倒すことができますね。会心の一発でしたね。まさか僕倒れるとも思ってなかったですし、当たるとも思ってなかったんですけど、まあ、こんな感じで遊べるものとなっておりますね。ドーン。結構でも威力あるんですね。はい。三つ目は仮面ライダースナイプが出ましたね。シールは、こんな感じになっております。うわ、多いな。ソードよりも多くねって感じですね。では、4つ目、最後。最後は、せーの、ドン。お、これは？お、仮面ライダーエグゼイドレベル1ですね。これは、あの、ベルトを押すと、なんか、パンチするんですよね。こういう感じで。遊び方はこんな感じですけど、結構なんか出来がごっついくていいんですよね、これ。何気にごっつくていい感じになっておりますね、これ。
いいじゃないですか、これ。はい。4つ目は仮面ライダーエグゼードレベル1ですね。はい、まあ、遊び方もこんな感じですね。で、シールも結構多いですね。はい、こんな感じとなっております。では、まあ、4ついっぺんにシール、ボンと貼って、もう一回出したいと思います。はい、というわけで、シール貼りが完成いたしました。そういえば、一つ、言うの忘れてたことがあったんですけど、どうしておもちゃが4つあって、レベルアップライダージェルが3つしかないかって話をしますと、昨日の6月の16日の金曜日の時点で、1個、ハッピーセット買ってたんですけど、これは、もし今日、買いに行けなかった時の場合の予備として買っておいたものが1個ありまして、で、まあ一応今回、本日買いに行くことができましたんで、一応その本日、まあ土日限定のレベルアップライダーシールを3つもらって、おもちゃも3つもらってきたって感じで、まあ足して4つってことなんで、まあ実は昨日の時点でもう1個持ってまして、まあそれを足して、まあ今回開封しているって形になってるんで、まあレベルアップライダーシールが3つで、おもちゃが4つあるっていう形になっております。一応まあ先ほど一通り遊び方はやってみたんですけど、シール貼ったらこんな感じになりますね。一応まあここがシールで、ここと、ここと、ここと、あとこのガシャッとのこのスロット位置の部分とここの部分がシール貼りありましたね。でまあ遊び方は先ほどもやりましたけど、まあこうやって展開していくことによって、エグゼイド、ブレイブ、スナイプ、エグゼイド。っていう感じのギミックで遊ぶことができます。で、まあ、こちらも、ベルトに引っ掛けることができますね。こんな感じになっております。で、次が仮面ライダーレーザーのレベル1、レベル2ですね。シール貼るとでもだいぶ出ますね、雰囲気が。ただ、シールが結構粘着が弱いんで、あと、ボコボコしたところに貼ったりとかするんで、結構取れやすい感じなんで、きちっと貼った方がいいと思います。で、まあ、ここの、ゲーマドライバー、めっちゃベキベキ言うな。ゲーマドライバーの、このボタンになってね、ここを押すことによって、こう、レベルアップと倒れましたね。まあ、こんな感じで、仮面ライダーレーザーのレベル2に変身することができます。やっぱシール貼ると結構こんな感じでかっこよくなりますね。はい、こんな感じになります。まあ、やっぱでもシールの数は多いんで、結構お子さんには、なかなか、優しくない仕様にはなってると思うんですけど、割とこう見た感じの出来は結構すごい良くなるんでいいと思います。で、まあ一応このレベル2は、殺そうこうできますね。こういう感じで。ブーン、ブーンって感じで走らせることができます。仮面ライダーレーザーはこんな感じですね。で、まあこんな感じでカチッと戻すことができます。はい。で、次は仮面ライダースナイプレベル2ですね。こちらも本当シールは結構数多いんですけど、やっぱシール貼るとすごいいい感じになりますね。うん、かっこいい。一番かっこいいな。こんな感じですね。ただやっぱシールの粘着がちょっと薄いんで、ちょっとペリペリ取れてくる感じが、まあ、ちょっと残念ですけど、まあこんな感じですね。で、まあギミックは、まあ、こういう感じで、狙いを定めて、エグゼイド、クラエ。お前のガシャットをよこせ。ドーン!っていう感じで遊ぶことができますね。これまでも割と飛びますからね。結構面白いと思いますよ。ドーンと。すげえ飛んでった。はい。こんな感じで遊ぶことができます。はい。こんな感じですね。ちゃんと後ろのレベル1フェイスもこんな感じでシール貼ることによって再現することができます。で、最後が、こちらですね。仮面ライダーエグゼイドレベル1、まあ、こちらも、まあ、このライダーゲージのところとか、まあ、この辺のシューズのところとか、まあ、裏もこんな感じで、あとまあ決め技スロットホルダーなんかもシールになっております。で、まあ、ゲーマードライバーのボタンを押すことによってこうやることができますね。バタバタパンチすることができます。すごいエグゼイド百裂拳みたいな感じでいきますよ、こうやって。いや、これ絶対ちっちゃいお子さん喜びますよね。こういうの面白いですからね、動きが。はい、こんな感じとなっております。では、まあせっかくなんで土日限定でもらってきたこちらのレベルアップライダーシールも見ていきましょう。おいエグゼイド、そのでかいガシャット俺によこせ。何なんですかあなたは。これはガシャットじゃない。ガシャットの形をしたシールだ。ぐちゃぐちゃうるせえ。仮面ライダーは俺一人で十分だ。
さっさとそのガシャットをよこせ。うわあ。へ、このガシャットは俺がいただく。はい、というわけで茶番に付き合っていただいてありがとうございます。まあこのような感じで遊び方もできますってな感じですね。でまあ一応この土日限定でもらえるレベルアップライダーシールですね、このガシャット型をしたレベルアップライダーシールを見ていきましょう。まあ裏はこんな感じで一応全種のラインナップが載っておりますね、ハッピーセットので。今回僕はこのゲーマードライバーと、仮面ライダーエグゼのレベル1と仮面ライダースナイプレベル2と仮面ライダーレイさんのレベル1-2ですね。で他には決め技スロットホルダーと仮面ライダーゲームと仮面ライダーエグゼドのレベル2と仮面ライダーブレイブの4種類があるって感じになっております。まあ、本当今回ダブらなくてよかったと思っております。ではこちらを開くとシールが出てきますね。もう何気に僕今回初めて開いたんですけど、すごいですね。ちゃんと仮面ライダーエグゼドレベル1レベル2に無敵ゲーマーで、仮面ライダーパラドックスパーフェクトノックアウトゲーマーに仮面ライダースナイプのシミュレーションゲーマーで、仮面ライダークロノスで、これ多分仮面ライダーゲームのおそらくレベル0ですね。で仮面ライダーブレイブのファンタジーゲーマーレベル50で、このカープ多分仮面ライダーレーザーは仮面ライダーレーザーターボンのレベル0ですね。そうですね。で最後は仮面ライダーポッピーピボボポッピーピボボじゃないわ仮面ライダーポッピーですねが載っております。いやこれいいですね。ちゃんとシールも結構それなりにでかいですし、ちゃんとこういうレベルアップとかゲームクリアとかミスとかパーフェクトとか、あとヒットって、まあこういうエフェクトもありますね。グレートとかちょっとないみたいですけど一応、まあ、こんな感じで載っていますね。これ多分全部共通なのかな。一応ちょっと3つもらってきた、3つ見てみましょうか。ああ一緒ですね、多分全部一緒ですね。特に何種類あるとかって感じじゃなくて全部一緒ですね。はい。なんでまあ土日にハッピーセットを買えば、まあこういった感じのシールをもらうことができますんで、やっぱり平日買うよりも土日に買った方が、まあこういった感じのシールももらえますんでお得なんじゃないかなと思いますんで、まあぜひ気になった方はマクドナルドに行ってハッピーセットを購入して、まあ土日限定ですけど、まあとりあえずこの今紹介いたしましたこちらのレベルアップライダーシールと、まあこのおもちゃをもらってみてはどうでしょうか。一応数限定なんで、まあ、なくなり次第終了ということになっておりますんで、まあ本当早いうちに買いに行った方がいいんじゃないかなと思いますんで、気になった方はぜひマクドナルドに GO ですね。では今回もご視聴ありがとうございました。